もう十分やってきたのだから。まだまだ。もっともっとはしばらくお休み。よくやってきたね。頑張ってきたね。と言われれば、体も心も元気になります。他人に対してはともかく、自分のことを許していない人は結構多いような気がします。そのような人は、このままではいけない。もっと努力しなくては、とずっと自分で自分を責めて、痛めつけてきませんでしたか？自分のことも周りのことも全部許し受け入れられるようになると、心が穏やかになり、体の痛みも和らいでいくようです。これからは自分に対しても他人に対しても緩やかに甘く生きるという方法論をとってみたらどうでしょう。今まで精一杯やってきた自分を褒めてあげるのです。もっと頑張れ、まだ不十分だと言っていた自分自身を許せるようになると、体は緩みます。そして自分を許せるようになると、他人にも寛容になれます。一度委ねてみましょう。大きな問題にぶつかったとき、自分の力と努力で乗り越えられるのなら、努力をしてもいいと思います。でも、どんなに頑張っても解決できない問題のときには、ただひたすら周りの人や目に見えない世界の方々に感謝をしてお任せするという方法をとってみるのです。怖がることはありません。自分以外の大きな力に甘えて感謝をしながら生きていくことは心の豊かな生き方と言えるのではないでしょうか。